国道5号線の道の駅ゆうもりは屋上の展望ラウンジから駒ヶ岳や羊蹄山、噴火湾を一望できる絶好のビューポイント。特産物販売所には森町の特産物を一堂に集めた販売所、人気のいかめしのほか、だったんそば茶などのお土産物が販売され、ドライバーの人気を集めています。周辺には鬼牛公園、青葉ヶ丘公園などの都市公園が広がり、春は桜の下、夏は緑の芝生の上にお弁当を持った家族連れなどでにぎわいます。また秋芳駒ヶ岳の西面に位置する展望ラウンジからは、晴れた日には美しい峰を見ることができます。国道278号線沿い、森町佐原地区に立つ道の駅ツドールプラザ佐原は、訪れる人々に佐原の地場産業の紹介や海、山の幸など豊富な食材を利用した調理法などをレクチャーしてくれるユニークな道の駅です。物産館には森町特産の佐原のホタテ飯のほか、地元の素材を生かした水産加工品が揃っています。目に良いとされるアントシアニンが多く含まれるブルーベリーを使ったソフトクリームも人気です。ドライブ途中にお立ち寄りください。またイートカルチャーホールルームもあり、最大で100名まで収容できる施設は、町外からの来訪者にも対応してくれます。休憩スペースとバーベキュースペースがあり、安らぎプラザでは自由な食材でバーベキューを楽しむことができます。国道278号バイパスに隣接する道の駅縄文ロマン南かやべは、国宝中空土偶をはじめ地域の貴重な縄文文化遺産を展示公開する函館市縄文文化交流センターをメイン施設とし、国内唯一の国宝のある道の駅として地域の魅力を発信しています。物産コーナーでは土偶をキャラクターにしたお土産やオリジナルの縄文ソフトクリームが人気です。縄文文化交流センターは縄文時代の貴重な遺物を展示するほか、ミニチュア土器やアクセサリー作りの体験など縄文文化を楽しく学び体験できる施設です。国宝中空土偶は縄文文化交流センターで常設展示される北海道唯一の国宝です。ナトワエサン、ナトワとは道南地方の方言で、あなたと私の意味で、広域的観光ルートの拠点づくりとして国道278号線沿いの海浜公園に建設された道の駅です。物産館では黒口浜昆布を使った昆布巻きなどの加工品を販売、地方発送も可能です。施設内のファミリー向け屋内スペースわらしゃランドには幼児向け遊具が設置されています。海辺の景観に配慮した施設は木造が中心で、訪れた人々に安らぎを与えてくれます。津軽海峡を一望できる施設の屋上へは車椅子で登ることができます。心ゆくまで最高のロケーションを堪能してください。また5月から9月までは津軽海峡を一望できる海沿いのキャンプ場がご利用いただけます。国道228号に面し、青函トンネルの出入り口に近い道の駅尻内は、およそ800年の歴史を持つ道庁の観光拠点になっています。物産館販売コーナーには尻内産のニラやトマト、椎茸や人気のおっぱいまんじゅうなどが販売されています。またホヤ、一夜干しイカなど水産加工品も充実の取り揃えです。敷地内には旧石器時代の墓とみられる日本最古の土墓が発見され、国の重要文化財に指定されています。演歌歌手北島三郎の出身地でもあり、物産館にはサブちゃんにちなんだ商品も販売しています。
道228号沿い青函トンネルが海底へ向かう場所、福島町の中心部、横綱千代の山千代の富士記念館を従えた道の駅横綱の里福島は、生産量日本一を誇るスルメイカを販売する物産センターも併設しています。物産品センターには新鮮な海産物を生かした加工品を中心に販売、特に日本一の生産量を誇るスルメや一夜干し、イカの塩辛など種類も豊富に揃っています。横綱千代の山千代の富士記念館には両横綱が修行を積んだ九重部屋を再現、実物と同じ土俵も作られており、相撲ファンの人気スポットです。国道228号線沿い、歴史と250種1万本の桜の町、松前町の中心部、かつて蝦夷地と本州の交易のため北前船が往来していた津軽海峡の絶景を望みます。物産販売コーナーには旬に合わせ、ウニ、アワビ、松前本マグロ、松前岩のりと松前産の新鮮な魚介類のほか、本場松前の各名店が丁寧に作り上げた松前漬けやスルメなどの特産品など、季節折々の素材を販売しております。施設内の北前食堂では、津軽海峡の絶景を眺めながら新鮮な魚介類をその場で楽しむことができます。新ご当地グルメの松前マグロ三色丼やウニ丼、海鮮系のラーメンやカレーなど、ご当地ならではの価格でご提供いたします。国道228号線沿い、海沿いの道の駅文殊、建物に入って左手には物産販売コーナーがあり、地場産の新鮮な農作物、丹念に製造された水産加工品などのほか、水の浄化、健康増進などさまざまな効果が証明されているブラックシリカの製品などが販売されています。また、神の国産のいちごを使ったいちごジュースなどがおすすめです。2階のレストラン、グルメブティック文殊では、雄大な日本海を眺めながら、前浜で採れた海の幸や、豊かな北国の山の幸を生かした季節のメニューを楽しむことができます。江戸時代の江差に実在したといわれるとんちの名人、江差の重次郎。その重次郎の銅像が飾られた国道228号線沿いの重次郎浜が道の駅江差の場所です。地元で採れたヒノキ材を使い、切妻屋根の建物に仕上げた江戸時代風の道の駅となっております。物産販売コーナーには重次郎をキャラクターにしたお土産や地元の銘菓、おかってや羊羹などが人気です。大きな目と口のユーモラスな表情の重次郎像は江差市のアイドルです。道の駅の看板は記念撮影のポイントです。雄大な日本海をバックにどうぞ。国道227号線沿いにある道の駅アッサブは、地元のヒノキアスなどヒバ材を使って建てられた駅です。濃厚なソフトクリームが人気です。新設された広い休憩スペースでほっと一息休憩してください。物産センターではメークインの発祥地ともあって、メークインをはじめ新鮮なアッサブ産の野菜や加工品が数多く並んでいます。町外への発送も行っており、人気を集めています。
ルート229県名台は国道229号線沿いにある道の駅です。物産販売コーナーではたらこやゆりもなか、乙部の蜂蜜といった乙部町特産物などお土産物の販売を行っているほか、観光案内も行っています。また駅自体も海抜40メートルの高さに位置しており、裏手にはモニュメント、潮笛や紺碧の日本海の美しい風景を見ながら休憩することができます。すぐ隣には全国的に珍しい海のプール、源名台海浜公園、北海道の天然記念物でもあるチビの岬などがあり、乙部町のマリンレジャーの中心地に位置しています。国道229号線沿いにある道の駅テックイランド大勢は、雄大な日本海の目の前にあり、夕日の名所として道行くドライバーの目を楽しませています。マスコットキャラクターのテックイが可愛らしく出迎えてくれる駅です。さらにこの駅の自慢は地元に住む観光案内人が常駐していること。大勢の見どころや近隣市町村のドライブ情報などを丁寧に教えてくれます。また目の前は海水浴場になっているため、駅では夏の期間だけコインシャワーが使用できます。てっぴらひらら交流館、1階が食堂となっており、地元食材を使用したイカ飯やシーフードカレーが大人気。2階は海水浴客の休憩施設となっており、7月下旬から8月下旬まで開放しています。